迎えるバッターは香川大会で4試合連続ホームランを放っている3番瀬能。監督が僕に10番を与えたわけ、そして1番をくれた理由、それはどんなピンチにも立ち向かえるだけの強さ、真っ向勝負できる勇気を持つこと、渾身のストレート。バットの先端だと思うんですが、それでも伸びていく瀬能の打球、浜風に乗る、左中間スタンドに消えました。これがエースナンバーの重みなのか。